よし。そうしたら、今度、ここのラインに合わせて、ここ、出てるのを後ろに畳み折りします。よいしょ。こんな感じになりました。はい。そしたら、もう、あとは、上から持って、広げて、広げます。はい。そうすると、ここの部分ちょっと浮いちゃうんですよ。ここの部分がちょっと浮いちゃうんで、ここを、ここだけを、このボンドで、ちょっとだけつけます。ほんと軽くで大丈夫です。ちょんとこんな感じで、ボンド取りましたら、つけます。はい。そうすると、広げても出てきません。はい。こんな感じね。広げて、広げていきます。はい。ちょっとカバーの下の口になったのわかるかな？まあ、最後、組み立てればわかりますね。はい。そしたら、後ろの足の部分をちょっと作っていくんで、ここだけちょっと斜めに折っちゃいましょう。はい。はい、こんな感じですね。これで、カバーの前足と顎の完成です。はい。じゃあ、まあ、これは置いときますね。で、最後のパーツです。最後のパーツ一番簡単です。後ろ足と胴体ですね、折っていきます。で、前足と同じように十字に折ります。で、さっきと違うのは、さっきは3箇所折ったと思うんですけども、今回は4箇所全部折ってください。これ難しいな。折り紙のね、保存方法ってすごい大事なんで、私みたいに結構雑に保存しておくと、すぐに縦と横の、幅が変わっちゃうんですよ。必ず立てて保存しない。立てて保存しない。寝かして折り紙は保存してください。ね。まあ、すぐ折ってもこんだけ隙間ができちゃって。はい。まあ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 、いいや。はい。こんな感じですね。はい。そしたら、どこでもいいんで、一箇所半分に折ります。こんな感じです。なら反対側、反対に返します。こんなこっちね。なら今度、ここの角を真ん中に合わせてまっすぐ折って、裏の紙を引き出すような感じ。段折りですね。こんな感じです。段折りにします。そうするとこんな感じになります。段折り。はい。で、最後じゃねえか。今度は、ここの角、ここ出てますね。これを三角に折ります。こっちも三角に折ります。こんな感じね。三角に折ったところの下のところのラインからまっすぐに戻して折ります。そうすると広がります。で、潰す。そうするとね、後ろ足のちょっとが、後ろ足がね、パッとできちゃう。こっちも同じように。一回折ったところを広げたら、ここの広げて筋ができたところに折ってください。
髪はダメだな、この髪。こんな感じね。まあ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 。はい、こんな感じになります。いいかな。はい。そしたら、これを畳みます。はい。これでカバーの後ろの完成なんですけども、ちょこっとだけ折るところが3箇所。角はね、足っぽくします、まず。はい。ね。で、このお尻を、ちょっと折って、裏から中割り折りを、中割りですね。はい。します。こんな感じ。体、ちょっとお尻っぽくなったでしょ。そしたら胴体。ここも、